Space Monkeys TV。 よし、夏の朝市、謎の池、マイクロダッチの羽を取って行ってみたいと思います。ポッパータイプ、これでちょっと行ってみようかなと。今日はね、前回はねマイクロダッチの黒使ったんですけど、ピンクでポッパーのように使ってみようかなと思います。朝市、謎の池、行ってみましょう。まずもういきなりここで出そうな予感がするんで、こっから来ます。うわー、いた、バスだ、バスいたよ。やっぱり足元ここだな。インデッドにいたね。今結構いいバスだったね。そしてさあ、今日の立ち上がりはこっち、小場所、絶対ここ入ってんだよね。こんな狭いところにいる。今日のカラーはピンクだけども、黒の方がね、こういうとこってやっぱ強いんだよな、きっとな。こうなんか虫っぽい色の方が。感じがしないと思いな。あ、雲がいるね、雲。出てこない。ここ。なんか動いた。来た。よし、来た。やっぱいた。ここにいた。よし。マイクロダッチ。おっと、はまっちゃったかな。マイクロダッチ、シャオアツシ、ホール。落としてちょいちょいってやったら。お、いいバス。こんなでかいのいんのか。おー、いいサイズ、でかい。わー、長さあるバス。マイクロダッチポッパーバージョンで1本。はい、朝一、マイクロダッチポッパーバージョンにして1本、いいサイズ取れましたね。謎の池、ちょっとアベレージ上がってんのかな。いいバスです、よかった。今日はもうこれで満足。とりあえずここは置いて次のフィールド行きましょうか。何分で終わったんだろう。4分ぐらいで終わったかもしれない。出ました、マイクロダッチ。つことで朝一、謎の池、まあ、そっち10センチぐらいの深さで、まあ、こっちでようやく20センチあるなしぐらいの深さ。やっぱこの足の中、ジャングルの中からバスは出てきてくれました。マイクロダッチ羽取りホッパーバージョン、ピンク色、ナイスバスでした。さあ、一匹釣ったから満足。朝一はもう移動、今から一個狙いに行こうかなと。でかいの釣れりゃいいんだけどな。 OK、 つことで移動します。